はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきあみです。今日は EDF アイアンレインやっていきたいと思います。バーヤさん、よろしくお願いします。お願いします。はい、それではね、今日はちょっと帰宅してからのプレイということで、ちょっとね、仕事疲れがありますが、バーヤさんはどうでしょうか？疲れはありますか？まあ、僕はもちもちですけど、それよりもなんかゆきあみさん、ちょっとあれ、前回より強くなあれその通り、私の方ね、ちゃんとね、強化してまいりました。前回ね、介護してもらってるみたいなね、介護のおじいちゃんみたいな状態だったんで、これはいかんということでね、ヒットポイントはちょっとまだ差がね、でかいんですけど、武器だけはちゃんとしたもんね、取ってきました。A の武器。あら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 。ね、A じゃないですか。素晴らしい、ロケットランチャーの A 体の武器ですよ。そして、B ランクのこちら、ガウガメラトライアンフ、こちらも、取ってきました。ただね、使ったことはどちらもありません。初物でございます。じゃあ今日はもうわしは介護されてええかな。いや、まだまだ頑張ってもらうよ。いや、もうわしはね、HP だけのおじいちゃんだから。1000もあるのか。はい、それではやっていきましょう。一応ね、今回武器を稼ぐのに35番だけね、ちょっと先にオンラインでね、遊んできましたんで、34はストーリー分かってません。35は申し訳ないですけど、ちょっと稼ぎ場所ということで、この後ね、ちょっとお見せしたいと思います。どんな風に稼いでたかっていうのをね。はい、それではやっていきましょう。34番タイラズニード絶対防衛ライン、スタートです。 EDF 戦車部隊配置完了、いつでも攻撃できます。ほら、始まったよ。ラズニードに動きは？おお、でかい。奴、の目的が読めないが、ここで指を加えて。バーヤさんの家壊しに来たのかな。よし、マジか。攻撃を開始する。すごい戦力だねこれ。なんか EDF っていつも数足りないようなイメージだったけど、今回はすごいじゃないの。いや、でもラズリードに対して足りないんですけど、大丈夫ですかね。新しいロケランはどうなのか。おー、5発、いやー、5発打ち込めるけど、しかしだ、こいつら意外と強いぞ。いやー、頑張れ頑張れ味方。あー、リロードも早い、素晴らしいな。頑張った甲斐があったよ、みんな。やめてーやめてー。バーヤさんがなんか大変な場所にいるな。援護するぞ。やめてくれ、やめて。あとね、なんでかわかんないですけど、ほう、今頃ゆきあみさんのあの機動戦士ガンダムサイドストーリーズの YouTube の動画が推しに出てきたのね。iPad の方やっと推しに出てきた。どういうことなんだろうね。なんで今戦っとるかねと思って。じゃあこの動画の最後ぐらいになんか貼っとこうか。リンク先を。いいんじゃないですか。さあ、説明もいろいろあるね。接続動物に近いやつ。うわぁ、気持ち悪い動きしてんな。戦っている時に言われたら困りますよ。さあ、だいたいこれで片付いてか。いやぁ、上にまだいるな。まああの辺勝手に降りてきますよ。降りてくる？さあ、ロケランだけじゃなく、今度はもう一個やっていこう。ガウガメラトライアンフ。3を巻いていくような感じだね。これ、しかし、当たらないな。遠いな。いや、あの、巻き方が遠いそうです。近場でやる向きなんで。もっと近くじゃないとダメなのか。いいよ、これ。近づいたらいいですよ。あ、すごい、苦しんでる。おお。なんか、向こうの攻撃を使ってるような気分になるな、これ。ですね。よーし、いいよ。楽しいなぁ。これ、ウクライナと僕お気に入りなんですよ、ガウガメラは。これはいい。楽しい。これが俗に言う、あの、おむつは消毒スタイルですね。確かにな、あの、巻いてるように見えるわ、あの、火炎放射を。炎のように。おぉ、お前のも、それそうなのか。世紀末スタイルです。やるねぇ。あの、デカ物やらないとダメなのかな、そろそろ。いやー、デカブツどうでしょうね。まだ大丈夫じゃないですか。いってー。もう大体敵はいない。いや、めっちゃ食らった。なんかすげーのに減った。お、味方がやってくれるんじゃない、あれやるんすかね。あ、撃ってる、ほらほら、レーザー光線のようなのが飛んでってる。お前、お前や、
頑張れ頑張れ、俺も援護するぞ。俺は見てるから頑張れ。150ミリの威力の前になんかすごいのに炎生えてるけど、ほら撃て撃て、ファイヤーも撃て、よし、まあ、ね、巨大戦争反応、レーダーレーダーの中映ってる、どこだ、どこに来た、あー来た来た来た、あーなんか変なのが来た、これあれか、あの前降りてきた、あーその上位版って感じだね、これシビロスとの上位版、色が変なやつだ、何まだ集まってくんの、よし、でも大丈夫、やはり今回は武器がね強いおかげか苦戦してない、この調子だわ。なんかまだでか、あれ？あの怪物が放った炎かな？敵を倒したぞ。この新型のシビロスだっけ？あ、タッチする僕のあれね、ライフルス。あ、そうなの？一瞬なんか炎みたいなドーンっていったから、あれ？どうしようって思ったけど。いや、あの多分それ僕のあのアラベスク2っていうあの。すげえものぶっ放てるんだな、確か一発6000くらい入るんで、すげえ、よし、痛い、待ってろ、援護してやる、ちょっと待って、なんか俺の方向いてない？そんなことはない、おお危ない危ねえな、あいつ、まあ、さあ今のうちにちょっとジェムを一撃で戦車隊が壊滅、こいつ倒せるのかな、どこ弱点なんだろう、いやー多分イベント戦ですよね、イベント戦のような気もするね、撤退しますよ、まずい、逃げるのか、俺も帰りたいぜ、たくさんいる、撤退戦とはな、なんかこの EDF になってるなんかまともな撤退戦ってこれ初めてじゃない、ああ、まあてかまともな戦い自体はあったかどうか、まともな戦いはまずないか、ああまた続くのか、ああ戦車隊がこいつ顔面とか打っても全然ダメだ、何も効いてる感じない、あダメそうですね、もっと巻いたら近く行ったらいけるかな、最近なんですけど、あの僕が入ってる中、そのなんだろう、ネットでビデオ見れるのあるじゃないですか、最近ネットフリックスとかそういうので、はいはいはい、でそれであのゴジラがなんか無料で見れたんで、おお懐かしいと思って見たんですよ、結構好きだったんで、うん、で止まっただと、ゴジラの話聞いた途端動きが止まったぞ、共感するものあったのかな共感したのか、ゴジラ来ると思ったら去ってたのかもしんな、ね、い、いやもっとやべえやつそれっつって普通に帰っていったな、いやゴジラの方が強いっす、ああよほんとだ、なんか5時なんで家に帰りますみたいな小学生みたいになってる、大丈夫か、どうなのなんかすごい幻想的だな、なんか夕日に向かってなんかなんで帰ってったの、音源なんて感あるんですけど大丈夫ですかね、助かったのか、助かったけどこれ見逃してもらえたみたいな感じだな、そうでさっきの話の続きなんですけど、はいはい、あのゴジラってやっぱり特撮だからあの戦車隊と戦うんですよね、はいはいはい、であの戦車隊ってなんか撃てって言って撃った瞬間ゴジラに解放射かかって毎回 どんなシリーズでも死んでるんですよね、うん、でいや毎回死んでるのになんで戦車隊配置するんやろ、これかわいそうやろと思って、ただの看護犬やと思って見てたんですよね、ああ毎回聞かないのに、いや毎回聞くと思って用意してんじゃない、あの毎回あの時やられたけど今回は違う、弾もっといいの用意したぞとかもっと硬いやつにしたぞとか、だけど火力は、まあ、上回ってるみたいな、
言うてほらだってね、あの結局 EDF で戦車隊全滅したし、かわいそうじゃないですか。まあ全滅しちゃったね。まあニュースあんなの。あーはいはい。超巨大生物、通称ラズニードが出現。上陸を阻止するため EDF 戦車隊が防衛線を築き、悲しみの戦車隊だよ。作戦を行いました。しかし EDF 関係者から安らかに眠ってくれ書かれてる。 EDF 戦車隊は壊滅、ラズニードは再び太平洋に消えていったとのことです。圧倒的な戦闘力を持つ超巨大生物ラズニードに対して、果たして EDF は対策があるのでしょうか。 UNN ユニバーサルニュースネットワークでした。はい、というわけでニュースが終わりましたね。はい、というわけで先ほど話した通り、ね、35番まで、一応やっ、あの35番だけね、稼ぎ場所としてちょっと遊んでました。この A とか B の武器を手に入れるために。はい、というわけでこの今表示の方35番、そして次あのクリアしてることなんで36番まで表示されてるのはこういうことです。はい、とりあえずね35番ね、あのもうね一気に終わらせてやりましょう。今回一番難しいモードでやってみましょう。まあ、これ一番ね難しいモードでもやれるというところをねバイヤーさんにちょっと教えていただいたんでね、それをねちょっと皆さんの前でやっちゃうんですね、しましょうということで今回やっていきましょうね。準備としてはアイテムの方にこちらチャンプというのを用意します。もうほんとこれだけで大丈夫です。はい、それじゃあやっていきましょう。みんなチャンプひれ伏せ。行きましょう。しかし、いい稼ぎ方法を見つけたね。あ、まあ、おかげで私もあのね、時間にね、本当いつも仕事に追われ、なかなかプレイできない私が、A とか B の武器を手にすることができるというね、大快挙みたいな感じですよ。この動画を見た皆さんはもう、とりあえずチャンプ買っとけみたいになりますよ。そうだね。もうチャンプ待って、全く買うつもりなかったからね。こういう乗り物を使ってもお金の無駄だしなみたいな。いや、そんなこと何も思わなくなりますからね、ここのステージに関しては。他のステージはまあちょっと違うかもしれないけど、ここガッポガッポなんで行きましょう。ここですね、まずは速攻で移動です。さあバーヤさんと2人でもう可能な限り移動します。はい、もう行きましょう。まあ、飛べない方とかはね、乗り物途中にあるやつ、車かなんか置いてあったと思うんで、そういうのも使ってでも行ってみてください。まあ、足りなければオーバードライブを使ってでも行ってください。勇気、まあ、多分オーバードライブこの辺まで移動したらもうチャンプを出します。で、出してる間に戦闘です。さあ行きましょう。今まあ武器私の方ね、そこそこ強くなってますけど、まあ弱い武器の状態からでも全然やれました。あ、撃て撃て撃て、おお、やられちゃった。派手に吹っ飛ばされてるな俺今回。装備のあの弱かった時の方がうまく立ち回れてたような気がする。威力に溺れちゃダメですよ。そう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 、だからね雑になってる。でここまで片付けると、はいはい、次はデカブツが出てくるんですよ。あそこには大勢子供がいる。でさっき置いたやつね、まあ、ストーリーの方を楽しみながら、さあ物が届きそうですね。そろそろこれ私のやつかな。それですね。じゃあ届いたらもう乗ります。こいつに乗ってフェイザルというのがね出てきますんで、こいつを殲滅ですね。使うのは150ミリのほど攻撃、そして、L2 のなんかブレスという炎のやつです。まあ、基本的にはもう攻撃食らってもお構いなし。まあ、まずはもう R2 でとにかく照準通りぶつけていく。もう味方ね、あの戦車いたらもう一人いたらね、2人で一体を集中攻撃した方が早く倒せます。ちなみにあの2人でやると来るの遅い時があるんで、まあ、その辺だけ気をつけてって感じです。そうですね。なんで、まあ、ある程度最初の敵に遭遇しそうなとこまで来たらもうとっとと呼んだ方がいいですね。はい、これで1体撃破、あっという間だったでしょ。早い。近すぎると踏まれて HP 結構削られる時があるんで気をつけてください。そうですね。
さあまだ弾はちょっと残ってますけどね、この弾150ミリのやつあんまり外すとねちょっと大変になるんで、まあ、なるべく当てていきましょう。ゆっくりでも確実です。2人で撃っていればもう余裕。さあ一番最高難易度のこのベイザルでさえこのチャンプを使えばこの通り。実はもう終わりです。はい、これでおしまいです。で、あとは落ちたジェムの方をちょっと回収という感じですね。これは3分クッキングですね。うん、素晴らしい。これでね、まあ終了したら分かるんですけど、そこそこね金額の方が手に入るんですよ。だから今回ね、私はA の武器とか B のランクの武器がね手に入ってるんですよね。まあ、ちょっとジェムの方奥回収できなかったけど、まあ所持金の方ね、あの手に入る金額見ればびっくり仰天ですよ。はい、3分半、まあゆっくりちょっと遊んでる部分もありましたけど、はい、もうこんな感じですね。ちょっとアイテムによる減算もあって、今ちょっと8万2000になってますけど、一応10万ぐらいは稼げるときは稼げましたね。確かそうですね、大体まあそれぐらいですね。はい、まあでもこの3分ぐらいでね、この10万近い金額、もしくは10万ちょっと超えるときもあるんで、うまくねこの辺を利用すればすぐあなたも B の武器 A の武器変えます。金がないと思ったらシャンプーを買え。ランドレイクフーズのコーヒーで元気いっぱい、はいはい、いつでもどこでも手軽に美味しいコーヒーが。私が伝えたいことはそんなことじゃない。どうしたラジオの人重たいぞ。なんか消えちゃったね。失礼しました。ほら始まった。親愛なる EDF 隊員の皆さん、ご機嫌いかがですか。今日は残念なお知らせがあります。私オリビアは両親と共に疎開することになりました。だからしばらく私の番組はお休みになります。お隊員悲しむね。ずっと続けたかったんだけど、ごめんなさい。でも勇敢な EDF の皆さんの勝利を私は信じて待っています。おいおい、なんだよ今の放送。オリビアの放送なんだよ。聞けないのか。そんな隊員たちのちょっと心の拠り所みたいなのがなくなっちゃったな。あららら、娯楽、唯一のなんか隊員の娯楽のような感じがあったのに。俺もオリビア好きやったのに。さあ、なんかバーヤさんのなんかこう隠しの裏設定が分かったところで早速次行きましょうかね。はい、巨人の町、機能を停止したスコージャが高層ビルエリアで発見されました。以前調査した時にはいなかったので最近になって集まったものと思われます。敵の罠かもしれません、気をつけてと。はい、しかしね、難易度の方どうしましょうかね。もうとりあえず早く行ってオリビアが帰ってこれるようにしましょうどうしようかな。味方への誤射50%になるハードで行くか。難易度でもな、ここまでノーマルでやってますからね。どうしよう。何でもいいです。何でもいい。じゃあハードにあげよう。マジか。オリビアごめん、ちょっと時間かかりそうだわ。え、そうか。いや、大丈夫でしょう。今の私のこの A と B の武器があればね、そんな苦労するはずがない。言いましょう。ああ、しまったな。これちょっとダメ。苦労しそうだな。フラグがすごい。大丈夫だ。いける。いけるいける。A と B のランクの武器をね、信じましょう。わかりました。きっとやれるぞ。ハードにしたからな。味方への誤射 50%。ってことは、俺が一発6000。待て。なんでお前が俺を撃つことになってんだ。いや絶対だって逆のこと考えたでしょ。いや一発撃ったらすげえ減るんだろうなーってちょっと思っただけ。いやいやいや、もうそれもうダメですね。完全にニコニコとか。機能を停止したスコージャーが複数残されているようです。機能を停止したやつ。ああ、でもそこに立ってるよもう。いや機能停止しないよ。うん、いや僕やりますわ。撃っていいか。撃つ。ほらよ。あ、全然壊れる様子ね。あ、前見たあのなんか変な形になりやがった。はいつくばるみたいな。そうか、この野郎。あ、もう壊れた。早いな。まあ、まあ、一応当ててますからね。やるね。俺の A の武器も火を吹くぜ。出してくださいよ、ピンポイン。
なんか顔面であった方が良かったな。目のような場所。ラグい。目のような場所見えてるけど、当たってなくてもそれ以外の場所でも十分ダメージ通せそうだな。これだけのランクの武器になると。さすがに強い。あ、OK。最近ね、ちょっと、お、侵略兵器。あ、なんか上から上空から変なもん来たぞ。まだ？まだ？なんか降りてくんのかね。あ、なんかね、EDF なの5か。はい、あの地球ボーイング5の時もなんかこういうの来た時大変でしたね、カエルの。ですね。あの時よりは楽かな。壊れねー。あ、上の金曜日がやるんで。あ、そう？じゃあ俺他のやるわ。はい、終わりました。早いね。当たり前やないですか。やるね。このやるよ。この動こうとする動こうするためだけの武器ですから。ただのゴリラみたいだな。これだからガンダム勢はすぐ動物園と言われるんですよ、バーヤさん。あ、いや、まあ僕の入ってるクランがゴリラクランっていうクランだね。ゴリラの名前つけてんの？あの日本ゴリラ連合っていう。ひどいな。本当にそんなクラン名にしたの？はい。よかったのかそれで。いろいろなんか躊躇しそうなとこだけど躊躇しなかったの？いや、もうなかったですね。ゴリラの名前がついてる。俺だったらちょっとかなり躊躇しちゃおう。もうするだけですからね。でね、最近あとね、コミックとか漫画の方ね、ずっと何にも買ったり読んだりしてなかったんで、なんかすごい迷ってるんですよね、最近。ちょっと読もうかなって思って。あの、少しの、最近あの、アニメでやってるね、盾の勇者の成り上がりってあるんですけど、それのね、あ、はいはいはい、やっぱアニメ見たらね、ちょっと気になっちゃったね。原作も見てみたいなと。だから小説は時間がかかりすぎるし、やっぱコミック版行きたいなと思ったんですけど、ちょっと絵がなっていうのもあって悩んでる。で、あとは、あの、五等分のなんたらってあったでしょ。花嫁だっけ？あ、五等分の花嫁でしたっけ。あれもね、ちょっと前々から気になってはいるんだけど、まだね、ちょっとこう買おうかどうかってなるとなかなか手がね迷ってしまってね。まあ、迷うところですよね。何でかというとね、恋愛物ってあんま興味なくってダメなんですよね。あれ、恋愛に興味ないですか？恋愛にあまり興味ないですね。そんなものよりなんか今年出るなんかゲームのことを考えたいとか、なんか新しい恋がしたい、新しい恋がしたい、全く思わないっす。あべ、結局あの主人公がなんかみんなに言われるだけでしょ。苦手と、もうええわっていうな。ハーレム系はトラブル以外認めないですね。あー、なるほどね。あれもまあ人気あったね。そういうことあれですよ、ハーレム王に俺はなるって言ってますから。いやいや、そんなこと宣言したらダメでしょ。ブラスト招待、これより起動する。男はそれぐらいじゃないと。これ全くないな。ユキアミさんはね、あの、しかしたらね、植物かもしれないですね。あー、まあ、興味なくてな、いろんなことに。チャージ完了。なんか、日光と水分と溶けて。おぉ、危ない、危ない、危ない。俺のガウガミラジェノサイド。当たらないよそんな3。よし、とりあえず巨人の街あっさりクリア。あっさりじゃないですよ、大変でしたよ。大変でしたか。まあなんか話してるうちにあっという間に片付いたよっていう。まあ、さあ本日ラストに行こうかね、はい、次が。はいはい。さあ何かしらストーリー始まるのかね。いや、オリビアがあっていないんだよ。あら、アラベスクっていうレールガン出てるわ。アラベスク、1ですか2ですか。あー、ちょっと見えなかった。ちょっと待って。なんか用か。レールガンってまずどっかにジャンル、あ、増えてるな。あ、2の方ですね。あ、2出ましたか。やりますね。それ僕使ってるやつですよ。あ、そうなの？威力見てくださいよ。あ、でも買えない。買えない。なんとこれだから貧乏人は。違う、お金じゃないんだよ。あのジェムが足りない、青色が足りない、
青色今何個押した？738。なるほど、僕なあの青色が今4万8000ありますね。チキシャーチキシャーめやっぱいや持ってない人ってかわいそうですわ。そうそう、しかし新しい武器はまあお預けになるかもしれんが、このままやっていきましょう。悪魔のツインタワー、市街地エリアに巨大生物の巣が2つ出現、それぞれ異なる種の巣のようです。非常に珍しいことです。巣の中で巨大生物は増え続けています。直ちに破壊してください。さあ早速やっていきましょう。あ、ちょっと待ってくださいね、あのいらんもんいっぱい、あのもうチャンプいらない、チャンプ置いてきた人は。いや、チャンプいらない、待って、いやチャンプいらないですよ、チャンプ、あのさっきあんなに大事なの使ったのに、お前チャンプいらないとか言わない。チャンプはもうあそこの、あそこだけです、限定か。まあ最初のね初期投資でちょっと必要になるかもしれませんがね、あそこのステージまで行ってればこいつを使えばね楽々クリアができますんでね。あのさっき説明ちょっと足りなかったけど、 L2 で撃つ砲撃が足りなくなったら足元に行って、あ違うな、 R2 の砲撃が足りなくなったら L2 の、炎を出すやつで足元行って攻撃加えてれば簡単倒せます。準備 OK？ ありますよ。はいはい、じゃあ行きましょう。じゃあ行きましょう。はいはいはい、さあ早速行くよ。アグレッサー残存兵力、もう巣も見えてるからな、まず手前の巣からぶっ壊していくか。そうですね、行くぞ。いきなり池上さん、さっきなんか、あー行った行った、なんかマンガがどうとか言ってましたけど、うん、僕ヒット数ってね、なんかマンガ上げましょうか。いやいやいや、まあまあ大丈夫ですよ。実際そう言いながら読む時間なかなかないんですよ。大変、電子石とかがあったらどうですか。ちょっと待って、敵がいっぱい。余裕。おお、みんな燃えてんな。そうだ、俺もバヤの命を預かってるんだった、しっかりしないと。何を言うとるんですか、自分の面倒ぐらい自分で見れますよ。違うよ、俺のこの一発がバーヤの命を、ね、命運を握ってるかと思うと。そっち？もうコンクエストを誤ってね、5発ぐらいぶち込んでしまったら倒してしまうんじゃないかっていう。なるほどね、じゃあもう僕はあの足りないって言ってるから、でけー足りないって言ってるから青いジェム取ってあげようと思ったけど、もうなしですね。自分で取ってください。青いジェムどこにあんの？知らないです。ああ、なんてことだ。あと何十個でいいんだよ。そのレールガンさえ手に入れてしまえば、さらに戦力増強。この青いやつ倒したら手に入るのかな？いや違います、あの違うんかい。あれ青いやつはね基本赤ですね。あ、そうなんか、逆なのか。それあれによって違うんですよ。そこまで気にして戦ってなかったな。モンスターによって違うんで。なんかすげえ動きするなこの新型。ジャンプにします。おお、そう結構トリッキーな動きしてくんなと思って。まあ慣れれば大丈夫なんだろうけど。大丈夫だからですね、いけるぜ、リロードも早い。なんか行きますよ。なんだ、何が分かった。作られたやつってことか。すごいな、究極の生物。それを別の姿形をしているラズニードが生み出している。我々の知っている常識をやつには通用しないのだ。そうだよ、脇が厳しいんで、あの先に壊しましょう。あれ分かった、先にぶっ壊すか。よし、オーバードライブで一気に行くぜ。はいはい、行くぞ。行け、壊した。もうぶっ壊してるやん、早い。まあね、なんだ、何を使う。そう、ハイブクラフトの手法。我々は HQC ヘキサクォークキャノンと呼んでいるので。ハイブクラフトの手法か。まあ敵側のテクノロジー使えばある程度いけそうだよね、その辺は。
いや、また空中に厄介なのいっぱい来たな。これが嫌いなんすよ。支配や痛い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 。でも考えたな、 EDF の機関にそういうすごいのが搭載してあるって。なんかあ、ダメなんだ深刻なエナジー不足せっかくすごい手法をつけてやってもエネルギーがないっていう。まあ腹が減っては戦ができるって言いますね。まあジェムの方とかでも集めていけばなんかできそうだけどね。これ集めて、ああ倒せねえ、戦ってるんだから。よし、もうちょい。あら、まだ倒せない。やるねこいつら。これで終わりかな。さあ、片付いたか。終わりか。終わりかな。よし、やりましたな。これであとはジェムを回収して今日は最後のミッションクリア。あ、ありますよ。青、次の任務について話したい。向こうにある。バーベナを稼働させるため、君の隊でレベリオンの本拠地を叩き、奴らに奪われたエナジージェムを回収してもらいたい。これで敵側の方を攻めて、ジェム回収して、手法を復活か。カノン無用の極秘作戦だ。命令書はない。テロリストとはいえ、我々が人間相手に強襲することは、一部のスポンサーが良しとしない。まあそりゃそうだわな、こんなご時世に人間同士で争ってんじゃないよと。やってくれるな。なんか仕事人みたいな感じだね。あっぶだ、あ、惜しい。今すごい嫌な予感したんだから、ちょっと急にかわしたけど。ニュータイプか。びっくりした。惜しかった、惜しかった。はい、いやー、なかなかね、やっぱ物装がいいおかげか、やっぱそんなに苦労しないですね、ハードでも。そうですね、ただ、見てください、報酬5万7000ぐらいですよ。ね、やっぱり。なかなか手に入るようになってきたよ。知ってる？大気汚染レベルがこの10年で 16.4 ポイントも回復したらしい。まあ、アグレッサーどもにやられちまって、発電所も工場も動いてないからな。皮肉だね。地球にとっての外周は私たちの方かも ね、 ね。笑えない冗談だ。はい、とりあえずまた新しい武器がちらほらと出てますね。インテグラルレイ、そして超大型ミサイルガリレオ。いいじゃないですか。そうなのどんどん出てくるな。がしかし買えないってやつなんですかね。え、そんなことはないかな。買うことはできるんだろうけど、どれか選んでいかないとちょっと難しそう。レールガンでも良さそうだったよね。レールガンね、今使ってるって。僕はもうこのエナジースローバーっていう、そのさっきのなんか3巻くやつとレールガンが好きなんで。ああ、使ってるんだね。なんか人によってはクソ武器やんけっていう方もいらっしゃるみたいですけど、僕は好きです。まあレールガンなんてこう魅力ありますからね。なんかまず名前がいい、レールガン。ね、やっぱロマンがあるじゃないですか。ミッションの方、38番からやっていきたいと思います。今度やっていくのはね、非公式作戦と書いてありますね。はい、レベリオンの襲撃という感じで、逆にね、いつもなんか強奪されてたのをね、今度は逆ですね。強奪し奪われた物資を回収と言いますけど、こっちが今度は強奪しに行くような感じになってますんでね。いいんですか、イケメンさん、そんなことしちゃって。人間を殺すんですよ、任務とはいえ。いやー、構わんでしょう。なんて男だ。これがでもなんか装備の方、結局なんか似たものになっちゃったね、はい、アラベスクそれぞれ持って、ガウガメラシリーズ。え、アラベスク買ったんすか。買ったよ。いや、でも 今言ってたじゃないか。いや、なんかロマンを感じると。いや、買いだなと言ったけど、いや、なんかさっき足りねえって言ったから、まだかなと思ってますけど、もう買ったんすね。買った。だってあと70ぐらいしか不足じゃなかったから。あ、じゃあちょうどさっき77だったから。いや、これ70円だかな。あとほんのちょっとだけ足りなかった感じだった。さっきから言いたかったのは、これ癖あるんで、まあ、それだけ気をつけてください。はい、わかりました。まあ次回ちょっとね、試しにこれを使って遊んでみたいと思います。はい、それではね、今日はここまでにしたいと思います。また時間が合うときに、バイちゃんとちょっとずつ進めていきたいと思いますんでね。
またよかったら皆さん見に来てください。それでは失礼します。おやすみなさい。お疲れ様でした。